日本愛知県一宮市木曽川、地区木曽川町、黒田日本愛知県一宮市木曽川、地区木曽川町、黒田はじめ十二の通り木曽川町黒田は愛知県一宮市の町邸。木曽川町黒田と木曽川町、黒田はじめ十二の通りがあり、木曽川町の市街地である。中世には交通の要所として栄え、黒田宿と呼ばれる鎌倉街道の宿場であった。 戦国時代には黒田城が築かれており、山内和豊は当地の生まれとされる。中世には鎌倉街道の宿駅があって、黒田塾と呼ばれた。美濃国の砂股塾と尾張国の加圧塾をつなぐ位置にあり、南宿、北宿あるいは貸城という地名が残るように栄えていたという。1190年には源頼朝が上洛の際に宿泊したという。 記録が、東明に見られる。同時に、交通の要衝でもあり、しばしば合戦場にもなった。南北朝時代の1388年には、美の時氏の内紛に関連し、時光貞を時戦時下が当地で迎撃している。15世紀末には、黒田城が築かれた。やがて、黒田城には岩倉をだけに仕えた山内森豊が入った。この森豊の子が、 後に、土佐藩主となる、山内和豊であるとされる。1590年には、市柳直森が三万国の領主として黒田城主となった。直森は、関ヶ原の合戦で東軍につき、戦後の1601年に伊勢国神戸に移された。この市柳直森の領国を、尾張黒田藩と捉える見方がある。直森は、黒田の町を整備し、 白山神社の再興を行った。市柳氏が去った後の黒田は、清須藩、松平忠義の所領に組み込まれた。近世には、羽ぐ郡黒田村。1889年に、町村制が施行された際に、周辺の村と合併し、新たな黒田村の一部となる。1894年に、黒田村は調整を施行して、黒田町になる。1910年、 木曽川駅が開業すると、町名も木曽川町に改称した。2005年に市宮市の一部となる。2019年4月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。ありがとうございます。